今回はですね、ホテルニューオータニのビュッフェスカイラウンジだったっけな、そこに行ってきました。1人1万2000円のコースですね。休日土日になりますと1万2000円、平日ですともうちょっと安かったと思います。最初のこのオープニングといいますか、ワインは期間限定のリンゴのワインだったと思います。1杯1400円でしたね。こちらをいただきました。で、料理の品数でいうとですね、新宿にあります京王プラザホテルにはかなわない。料理の味でいうと帝国ホテルにはちょっとかなわないということで、点数的に言うと先に申し上げますと大体70点ぐらいですね。まあ、ただサラダのメニューが非常に多くて、ここはすごくいいと思いますね。食物繊維たくさん取りたい方には、だからビュッフェに行ってサラダばっかり食べるって人は少ないと思うんですけども、あとはお肉、お寿司、天ぷら、結構いろんなものがありました。で、こう回転です、回転レストランって昔ありましたよね。こうぐるぐる回るような。で、ホテルニューオータニも一番上のところにこう円形の、なんかこう場所があって、まあ、そこをぐるっとこう座席があって、でそこをこう何か回りながらこうビュッフェを取りに行くんで、料理を取るのはめんどくさいと思います。で、こちらはすき焼きですね。和牛のすき焼きを用意してくれました。でもこのお隣にステーキとハンバーグのコーナーがあって、ここはお肉の焼き台という感じですね。ただこのすき焼きなんですけど、ちょっとしょっぱくてですね、甘しょっぱいというか、ポン酢の方がいいと思います。このタレにするとちょっとお腹いっぱいになっちゃいますね。あとお寿司も結構人気でした。本当のこう握りの上手な方っていうか、専門の方だと思うんですけども、サバと玉とイクラとカンパチとサーモンとマグロがあったのかな、玉以外全部いただきましたけど、ただお寿司はですね、シャリを小さくしていただくと結構大きいシャリになっちゃいますから、お腹いっぱいになっちゃうと思います。こちらは天ぷらですね。天ぷらが一番美味しかったかもしれないですね。衣がサクサクで薄くてですね、具の方は小さいんですけど、ネタの方は小さいんですけども、いろんなものが食べられると思います。特に私はエビとアナゴが美味しかったです。ローストチキンがあって、中華があって、特選春巻き、特選塩巻き、あと麻婆豆腐とか、こういったものもありますので、和洋折衷一通り全部揃っているという感じです。で、私はお肉2回おかわりをしまして、正直もう中盤からお腹いっぱいになっちゃいましたので、そんな食べられませんから、まあ、最後にデザートを持ってきていただいて2人でシェアしました。結構こうデザートも美味しいかもしれないですね。さつきさんがあるじゃないですか、ホテルの方にパティスリーさつき、そことはちょっと全然違うんですけど、やっぱショートケーキも美味しかったですね。で、和菓子のみたらしとかもあるんですけど、正直あんま食べなくてもいいと思います。1万2000円、グラスワインが1400円、2人で合計で1万6000円くらいのするんですけど、最後会計した時に3万円を超えてましたので、多分サービス料とか税は